ちょっと男子か女子かもよく分かんなかったんだけどね。あ、24歳。女子じゃない？あれ、でも男子って書いてある。あ、途中から女子になったんだ。ちなみによく分かんないんだけど、この人の買ってよかったものが、自分が主演した AV が販売されたら買うつもりですって書いてあるんだよね。ほう。ひげおやじファンクラブさん。ひげおやじファンクラブさん。はい。24歳学生男性かっこばっくれてるので実務職。前回も投稿したのですが、長文だと読まれないと言っていたのを思い出し、内容を省いて書いてあるただの変人にしか見られませんでした。ですので今回リベンジさせてください。一浪して大学に入学できたものの、燃え尽き症候群で中退。初日に行くも教室がわからない上に誰にも話しかけられず、一限の時間に即帰宅。無事大学生デビューに失敗しました。一年後、彼女を作りやすいかと思って、韓国語サークルに入って再デビューを果たすものの、前期で敗部。友達すらできずに大学デビューどころか大学ドロップアウトになってしまいました。無職になるのもなんだと、半分モテるためで始めた韓国語を学び、偏差値の高い大学に編入ができる専門学校への入学を両親が勧めてきたので、働くよりはマシだと思って同意。こう一点でモテるかなと思ったものの、入学してあったのは村八分。その上朝起きれずに単位をたくさん落として、専門のことを完全に舐めてました。村八分と再履修でのブラック企業環境に置かれて鬱になってしまいました。今は専門くらい卒業しろと両親は言いますが、スラム街で勉強するのは嫌なので無視してばっくれてます。専門に入ろうと思ったのは死ぬほど後悔しています。中退した頃の自分はメンタルが死んでて知能が低下してました。韓国語の勉強をしている上で行き続きになっている朝鮮民主主義、人民共和国に強く興味が惹かれました。数年前大学を中退して暇だった時に、冬に初めて軍事パレードをするということで二度とない機会だと思ってクレカを切って旅行に行ったのが最高の思い出です。この時の旅行会社はキム・ジョンウンのカナダ人の友達、カッコ・ファーウェイの件で中国でラチニアが経営するところでした。ほら。変わってるね。まあ、君もね、お友達じゃないですか、だから。君も行ってるわけだし、北朝鮮。よくわかんないけどさ、なんでこの人そんなに韓国語にこだわってんの？それが、ね、別に編入するんだったら韓国語関係なく普通に大学帰ればよくない？いや、そうなんだよね。英語の方がいいと思うし。その、専門学校入らなくてさ、普通に大学受かれる学力あるならさ、普通に大学受けて大学入ればいいじゃん。なんでその、専門学校に行くっていう、なんか遠回りコースを一回やったの？やっぱ、ひげおやじさんのファンはそうなの？そういうとこあんのかな、うちのファンは。はいはいはい。ねえ。ちょっと男子か女子かもよく分かんなかったんだけどね。あ、24歳。女子じゃない？あれ、でも男子って書いてある。男子。ポー一点でモテるかな。あ、途中から女子になったんだ。お前、すごいな。ん？でもほら、男性として大学に入ったけど、専門学校の時には女子になって、ポー一点で入ったら、村八分と。そのエピソード書けよ。女装がバレたんだろう。やっぱほら、ほら、なんかほら、専門学校ってさ、18で高校卒業した子たちが来るわけじゃん。うん、そこになんかさ、24歳の女装した人がいたらさ、うん、やっぱりちょっとみんなびっくりはするよね。まあ、びっくりするだろうし。その物語を書いてほしかったね、それだったら。そうだね。うん。うん、まあ、それかね、コメントにあるけど、こう言ってんの使い方をミスったっていう。そうね、韓国語がわかっても日本語がわからないっていう。ちなみによくわかんないんだけど、この人の買ってよかったものが、自分が主演した AV が販売されたら買うつもりですって書いてあるんだよね。おう。自分。なんかいろいろ設定がごちゃごちゃしてますね。なんか、うん。そういうとこだぞ、ファンクラブ。一回きりの主演でしたが、監督に君は男優の才能がある、天職だと言われました。やっぱり男の子なのかな？男の子っぽいよ、だから。うん。やっぱり、ちょっと、日本語が不自由な方ということでよろしいでしょうか。まあ、あとその主演の、男優が主演の AV ってことは、うん。そういうこと？なんか、よほど変わった見た目なんじゃない？うん、男の子的な？普通、あれ男の子設定がやっぱ正しいってことになってくるぞ、そうすると。そうか。だって、男優が主演になることないじゃん。いや、だから、そうでしょ？普通はやっぱさ、なんか、その、知る男優的なさ、うん、主演とかじゃなくて、いっぱいいるうぞうむぞうなわけじゃん。だって初めてなわけだし。うん、だ男優が初めてで価値があるとすると、やっぱり男の子的な、男の娘と書いて男の子、うん、もしくは、だからまあ、男性向け、あ、違う、男性同士の、いたすやつ。ああ。じゃあ僕の最初の予想は合ってたってことか。合ってたね。君すごいな。なんだ、推理か。推理番組か。
まあ、紹介できなかった中には、割とこういうパターンのやつは多かったですよ、今回。支離滅裂というか。まあね、ちょっとやっぱ、ヒゲオヤジさんのファンの方はね、なんか頭のネジとか血栓がずれてらっしゃる方が多いんで。ファンクラブの子はまだこの紹介できるようにまとまった文章だったけど、中にはちょっともうなんか読み上げてるうちにデジタルト崩壊を起こすような文章の人もいたから。ね。書いてるうちに何書いてるのかわからなくなっちゃうんだろうね。あんまり長文慣れしてない人もいるのかな。行きたいと思います。あ、ヒゲオヤジファンクラブさん。ありがとうございます。ちょっと長めですね。行きましょう。はい。25歳男、6月いっぱいまで無職です。前回専門学校で性転換したことで話題になった韓国語無職です。韓国語で同じ漢字語があるため、こう一点と、多分そう一点でいいのかな、をごっちゃになって間違えるという、男女トイレを入り間違えたかのような大失態を犯しました。韓国では実際に間違えたことがある。今回、前回、コンプラによって話せなかった不思議な体験について話したいと思います。それはまるで違う世界に行って帰ってきたような体験でした。その体験とは、筆下ろし物の AV に出演したことです。とあるサイトで募集を見かけて面接に行ったら、君、童貞っぽいし、大学中退の失敗談も味があるから出ようとあっさり採用。その日のうちに性病検査に行きました。撮影当日、女優さんに会うまでロケバスの中でスケベなおっさんから質問攻めに会いました。野獣先輩になった気分でした。そんなロケバスで連れられた夕日輝く浜辺。綺麗な夕日に見惚れていると、背後から、はじめましての声。振り返ると自分が手に届かぬような素敵な女性が声をかけてきました。僕の胸が熱くなり緊張もピークに。それでも女優さんと海で遊びながらおしゃべりしていくうちに心の鎖が溶けてきました。その後は夜景を見ながら足湯に入ったり一緒にプリクラ撮ったりと心臓がとろけるような思いをしました。いいムードを作ったままロケバスでラブホに移動。ロケバス内では過去の恋愛歴や愛とは何かなどと女優さんから質問攻めに遭いました。それに対して僕はひろゆきさんみたいに愛とは手段の目的かだとか綺麗な人とは統計学的に見た平均的な顔だとか理屈っぽいことを言っていたらそこのシーンがほとんどカットされてしまいました。ここまでムードを壊すような展開をしておきながら甘酸っぱいフレンチキスをしてもらったので AV は最高のファンタジーだなと思います。その後ホテルに着いてからを書くとかなり長くなるので続きは探してみてください。やっぱどっかに出回ってんのねこれ。出てるんだろうね。全身が痺れる体験をしてその痺れは翌日まで心地の良いものでした。そこから現実に戻るまでにはかなりの時間がかかるほど頭も真っ白になってました。ここまで DVD を見返したからなってますね。書き起こしましたが本当に最高の思い出でした。この企画は人助けでやっていると言っていた監督さん、素敵な女優さんには頭が上がりません。この思い出のおかげかバックレていた専門学校を単位をお金で買うかのようではありましたが頑張って卒業できました。そして通信制大学の進学の決意もできました。ありがとうございました。わあ、これやらせじゃないんだね、ああいう AV って。ねえ、なんかちゃんと、いわゆるあの、童貞さんと、みたいなやつでしょ、これきっと。うん。でもほら、なんか、そのデートのシーンとかを撮ったけど、その後最終的に、その、ね、うまくいきませんでしたとかになったらさ、すげえ損するじゃん。だからあれ、基本やらせなのかと思ってた。いや、ちゃんと、だからさっきも言ったじゃないですか、これは人助けでやっていると言って、監督さんね。はい、だからこの人はナンパものとかもさ、よくその実はナンパじゃなくてもう最初からブッキングされてる人が登場してみたいな話を聞くじゃん。でもなんか童貞ものもそういう感じなのかと思ってたんだけど、逆になんかその手を抜こうと思えばね、まあそういう業界って手抜きもできると思うんですよ。うん、だけど ある意味で自由な業界だから本当にやりたいって人もやれちゃうんじゃない、ガチドキュメント作ろうぜみたいな。それ見てて分かんのかな、これガチドキュメントかどうかって。それはやっぱね、ソムリエから見たらやっぱりね、使い回してる男優さんとか俳優さんとか見たらさ、いや前のビデオも出たからこれもう童貞じゃないじゃんとかあるんじゃない。はいはい、うん、じゃあちょっとヒゲさんもなんか時間が止まるやつとか出てよ。はい、それは君も出るってこと。うん、いやいや、ヒゲオヤジさんが時間が止まってるやつ見てるのを見たい。俺が時間止めて君が止まってくれるってこと。ヒゲオヤジさんが止められてなんかなってるやつが見たい。はい、続いてじゃあ118番さん、はい、皆さんチャンネル登録お済みでしょうか。画面の下赤いチャンネル登録とかってるボタンクリックタップをしてチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてよければグッド高評価、こちらの方もよろしくお願いいたします。